方言ナンバーワンとも言われる博多弁の講座をやっていきたいと思います。皆さんこんにちは。不定期アイドルプリンセスオブジェスのオレンジ担当花咲未来です。今回はですね、私福岡出身で博多弁が出ちゃうんですけれども、そんな私がですね、可愛い方言ナンバーワンとも言われる博多弁の講座をやっていきたいと思います。そしてですね、ちょっと長くなると思うので前編後編ということで入門編を今日やって、また次回次は中級編という形でお送りしようと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで早速やっていきましょう。はい、ということでですね、博多弁一覧、可愛い単語や日常会話から早口言葉まで徹底大特集っていうサイトを見て、それをもとにですね、ちょっと選抜して私選んできましたので、今日は全部で15個やっていきます。次回も15個また別のものをやっていこうと思いますので、まず入門編いきます。まずですね、だいたい皆さん聞いたことがあるだろう、そしてやっぱこれ言われると可愛いよねみたいな感じのやつからね、言っていきますね。まずは何してるのっていう標準語、博多弁では何しとうとうとか何しようとうとか言います。あとは何しよんとか言うんですけど、何しよんっていうのはだいたいツッコミの時とかに使いますね。なんか例えばちょっとこうなんかこぼしちゃったとか、なんか落としちゃったとか、何しよん大丈夫みたいな感じで言います。次、なんとかしてたのにっていうのを、なんとかしよったのにとか、なんとかしよったとにとかって言います。これはだいたい例文で言うと、せっかく大事に育てよったのになんで花瓶割れたよみたいな、なんかそんな感じ、ちょっと多分例文がおかしいかもしれんけど、そんな感じで、せっかく一生懸命なんとかしよったとになんでそんなことするとみたいな感じですね。まあそういう感じでいくと、とてもっていう単語はバリなんなんちゃんとか、めっちゃなんとかちゃんとか、ちかっぱなんとかちゃんねとかって言います。結構バリが多いかな。今なんか結構東京とかその他の地方の方でもバリって結構使いますよね。ラーメンとかでもあのバリカタラーメンって麺の硬さでバリカタとかあるじゃないですか。なんかそんな感じでみんなバリって使うので、あ、結構浸透っていうか親しみやすい言葉になってるのかなと思います。あとはそういう意味で言うと、なんとかだよっていう語尾ですね。で、なんとかばいとか、なんとかったいとか、なんとかっちゃん、なんとかやけんって言います。はい、まあ、こういうのは全部に使うっていうわけではなくて、その時のシチュエーションによって使い分けされますので、ちょっと難しいかもしれないんですけど、あとはなんとかでしょってちょっと強めに言う時は、なんとかやろうもんって言います。例えばよかろうもんって言ったりとかしますね。はい、で逆にオッケーみたいな、いいよっていう時によかよーって言います。よかよかーっていう感じですかね。続きまして、なるほどねっていうので、あーねって言います。で、このあーねっていうやつなんですけど、多分みんなね普通にあーねあーねって使ってると思うんですよ。本当はあーなるほどねの略なんですよね。学生の時にあーねとかって言ってたんですよ、親とのなんか会話で、なんとかよねみたいな話された時に、あーねとかって言おったら、あーねっていう言葉は使わないみたいな、めっちゃ怒られて、なんかその略語とかが結構やっぱり学生時代って流行るじゃないですか。なのでやっぱあーなるほどねっていうのはやっぱ略語なので、そういう略語は使わないみたいな、まあ、例えばやばいっていうのも流行った時にも、やばいっていうのは使わないって言われたように、それと一緒で結構怒られてはいたんですけど、なんだかんだ今なんかあれみんな使ってるよねみたいな、若い子みんな使ってるなーって思いつつ、福岡だけじゃなくて東京来てもみんな使ってるなっていう印象で、あれなんで私を怒られてたんだろうみたいななんかそんな感じですね。あとはどうしたのって標準語で言うのは、どげんしたととか、あとはどうしてたのっていうのには、これはね男性が結構言います。私のお兄ちゃんとか結構言うんだけど、どげんしとったとやって言うんですけど、結構男性が使う感じ
と思います。私は使わないし、ちょっとこう、いや使ったらなんか私の中ではちょっときつい感じに聞こえちゃう。まあ、お兄ちゃんが別に使う分には全然いいんですけど、なんか自分から発したくないし、それを人からもあんまり言われたくないみたいな、なんとかやって言われるのはあんまり好きじゃない感じですかね。で、もうどげんしたととかどうしたととかって言います。次、ありがとう。まあ、普通にこれはありがとうって言うんですけど、ちょっと他の表現でバレ助かった場合、本当にありがとう、感謝しとるよっていう感じで言います。はい、ありがとうはいろんな言い方をします。あとは気をつけてねっていう言葉が、気をつけりーねーとか、気をつけないかんよとか言います。例えば行ってきますって言って、あ、気をつけりーねって、気をつけていかないかんよとかっていう風に結構言ったりしますね。まあ親が子供に言ったりとか、友達とかにも言いますけど、なんか大切な人とかにも使ったりします。あとはそういう感じでおやすみとかも、まあ普通におやすみなんですけど、他の表現の仕方で早く寝りーよとか、早く寝りーねっていう感じで言います。寝るを寝りーっていうんですよね。と、これ食べていいよみたいなやつを、あ、これ食べりーって言います。これ食べりーってそう、なんでもりーつけちゃうみたいな感じですかね。あと3個あります。まず片付けるっていうので直すって言います。これ直しとってとかってよく言うんですよ。で、多分関西の人もちょっと言うのかな、直すっていうのを使うとは思うんですけど、これを言うと、え、なんかどっか悪いとみたいな、修理するところ別にないけどみたいな感じに思っちゃうらしいんですけど、それは普通に片付けとってっていうことですね。そこに直しとってとかってよく言います。で、さあ、リリープリンセスの時もよくね、こういうご要望が多かった、皆さんがお待ちかねのことを2つ言いますね。好きだったっていうのは、好きやったじゃんって言います。好きやったじゃんって、好きやったっていう過去形にじゃんってつけます。あとは好きって言ってるのっていうのは、好きって言っとうとって、もうだけん好きって言っとるやんみたいな感じで言います。好きって言っとうと、だけん好きって言っとるやんって、はい、そんな感じです。ちなみに水筒とって言ってってよく言われるんですけど、基本的に水筒っていうのは言いません。言いません。どっちかっていうと、好きちゃんとか好きやけんとかっていう風に言うんですけど、水筒っていう時も確かにある。でもそれは物とか、あとは動物とか食べ物とかに対しては、これ水筒とよとかって言うんですけど、人に対してあなたのこと水筒よっていうのはあんまり言わない。基本あんまり言わんということです。ちょっと最後熱くなりましたがはい、以上入門編でした。いかがでしたでしょうか。はい、まあね、皆さんね、あ、それ知っとるとか、あ、そうなんやっていうのがいろいろあったと思うんですけれども、次回は中級編で、逆になんだそらっていう言葉で、あ、そういう意味なんだっていう言葉とかをね、ご紹介したいなと思うので、そちらもぜひ楽しみに見ていただけたらなと思います。ということで、今回はこんな感じで動画を終わろうと思います。最後まで動画を見てくれて本当にありがとうございました。次回もまた見てくれると嬉しいです。またねー。おまけです。この前ですね、知り合いと花一文目してたよねって話してたんですけど、その子が愛媛の人なんですけど、私がやってたのとなんか全然違うみたいな論争になったので、やってみようと思います。まず標準語では、かーって嬉しい花一文目、負けて悔しい花一文目、あの子が欲しい、あの子じゃわからん、この子が欲しい、この子じゃわからん、相談しよう、そうしようって相談して、なになちゃんが欲しい、なになちゃんが欲しい、じゃんけんぽんみたいな感じで書いてあるんですね。私のところではですね、よく小学校でやってました。いきますよ。
まあ途中まで一緒です。勝って嬉しい花一問目、負けて嬉しい花、あ、間違えた、負けて悔しい花一問目、あの子が欲しい、あの子じゃわからん、この子が欲しい、この子じゃわからん、相談しましょう、そうしましょう、あばよ、かばよ、あか、ピーってやってました普通だと思ってた。これが皆さんの地域ではどうですか？ぜひコメントで教えてほしい。あばよかばよあかびです。こんな感じでした。次回も見てね。